は11時17分になりました。日本放送の制作でお送りしています、アッコのいい加減2000回。メールとファックス番組でお待ちしております。先週はスペシャル企画でお送りしたのでメールとファックスの受付がお休みだったんですが、はい、今週はまた再開です、はい。最近の出来事、まあ、気になる話題、アッコさんへの質問相談など何でも結構ですのでどんどん送ってください、はい。メールアドレスは小文字で AKKOアッコアットマーク 1242.com です。 AKKO アッコアットマーク 1242.com。 ファックス番号は 0570-021242 0570-021242 です。そして電話で参加していただくコーナークイズ和田おねや、こちらも今週から再開で、はい、アッコさんの発言がクイズになっておりまして、クイズに正解すると現金1万円が当たります。12時50分頃に出題されるクイズを聞いていただければ、まあ、番組を聞いていればもう絶対にわかるという優しい問題ですから、ぜひしっかりと問題も聞いてください。メールやファックスに電話番号を書いてくださった方は全員抽選の対象ですし、番組の中で紹介された方も漏れなく出場の抽選の対象ですから、電話がかかってくる可能性があります、抽選で選ばれた方にはスタジオからいきなり電話をかけますんで、5回コール以内に出てくださらないと回答権失格となって他の方に権利が移ってしまいます。メールやファックスを送りくださる時はくれぐれも電話番号をお間違いなく、そしてラジオネームでも結構ですが本当のお名前と住所もぜひ書いておいてください。でパソコンやスマートフォンなどラジコで聞いている方はお手数ですが、ここは重要ですよね、はい、必ずラジコで聞いていますと書いておいてください、うん。ラジコで聞いていますという方が抽選で選ばれた場合はクイズの問題を読み上げてある程度時間を空けてから電話をかけますんで、はいはい、ぜひ書いておいてください、はい。メールファックスお待ちしております、はい。もう続々いただいておりますが、まず新曲の感想からいきましょうか。あ、嬉しい、もう来たんですか、はいはい。今おかけした愛を頑張ってですが、はい、中野区のポンポンさん、はい、新曲、はい、すごく元気になりますね。あ、嬉しい、そう言っていただけるともう当たりですね。ね、はい、そう言っていただけると嬉しい、その後の言葉が、はい、頑張って生きてみようって気持ちになります。わお、そう、頑張って、あと一歩頑張ってだから、そうそう、はい、ぜひぜひ、ね、いろんな応援ソングありますけど、はい、前向きにさせてくれる、はい。新宿区のくんたさんはですね、はい、愛を頑張っての感想、はい、いや朝ぴったり、朝から元気が出る曲、あ、嬉しい、自分の朝のテーマソングにしますと。あ、もうぜひぜひ、もっと早く発売してくれませんか。それは分かんないけど5月ですね。でもね、5月にね発売するの今かけるってのは私も初めてですよ。芸能界50年やってるけど3ヶ月前ですからね。ないよね、普通丸々3ヶ月前ですよ。そんなのないです。だから昨日の新聞でやっぱり話題になったテレビとかね、はい、だからそこでちょこっとワンフレーズかツーフレーズな、まあワンフレーズツーフレーズってことはないけど、それで耳に慣れてる人もいらっしゃるから、まあ、聞いてますからね、はい、いやそういう方いらっしゃるんですよ、はい。節眼マニア田中さんがですね、はい、アコさん昨日の芸能ニュース見ました、はい、ボイメン研究生とのコラボレーション、はい、めっちゃ楽しみです、はい、って言いつつすみません、実はこのボイメン研究生のことを自分全く知らないんです、はい、あ、私もでしたそりゃそうですよ、まあ、正直なことそうですよ、私も知らなかったです、まあ、本当にイケメンの男の子たち、男の子、ね、で歌って踊って、うん、まあ、お芝居もするけど、ボーイズ&メンの一人は、お名前なんつったかな、それはね、アッコにお任せとかよく出てたんですよ。あ、そうですか、はい、水野まさるくん。もうね、名古屋から学ランの長いの来て、衣装で来るんだよ、新幹線で。衣装のまんまで。で、彼は知ってたんですけど、その、ボイメン研究生っていうの、ボイメン、はい、の中の弟分、全く知らなかったです。だから私、なんていうんですか、記者会見でも言ったんですけど、皆さん10人の覚えましたかとかって言うから、すいません。大体、で人のこと言えないっていうのはそこカットになってるんだけど、私もそうだけどってちゃんと言ったんですよ。その潜在写真とね、その本人と違いがありすぎるんですよ彼ら君らこれおかしいやろって一人ずつ写真がよくできすぎだと。そう、私もそういうね、いつまでも若い写真使ってますよ、潜在は。で、私髪型一緒だからあんまり変わった感じしないんですけど、男の子なんか特に髪型変えるだけで違うからね、印象違いますね。本当に私ね、ここでまた言うとね、どういう関係者が聞いてるか分かんないから、え、僕覚えてもらってないっていう子がいたらあれだけど、2人しか覚えてない。それどういう基準で2人覚えたんですか。え、たまたま いろんな、例えば、あ、
もういろんなのあるじゃん、明るい子、声が太い子、で楽しい子、はいはい、でうるさい子、はい、じゃがましい子、でちっちゃい子、で一番年上、一番年上で21だからね。そうですね。で一番下が15歳。そうだから、そういう風にいろんな、だんだんみんなキャラクターがはっきりしてきて、みんなだからカラーで赤の何々ですで、ピンクの何々です、グリーンの何、色も覚えられないけど、ね、2人だけ、はいはい、でもこれから分かると思います。ぜひ皆さん通い合ってあげてください。もうなんせアコさんのデビュー50周年記念シングルですから、はい、5月23日発売です。これでもね、皆さんで歌えるんじゃないかと思います。それで ね踊りはまあ彼らがあのちょっとまあ秀でてるけど、なんか違う簡単な4ステップでやるとかね、はい、そうするとお子さんでもできそうな、今考えたら、そう今思った、違うバージョンで簡単なの1,2,3,4とかやったら楽しいかも。これね、振りはね、ラッキー池田さんがつけてくださったんですよ、はいはい、私の振りはもうめちゃくちゃ簡単だから、うん、そういうのもやってもいいかもね、子供たちのために。ちょっとこれから3ヶ月かけて、うん、そうそう、いろんなアイデアでね、いろんなアイデアでですね、はい、はい、あと三浦のこうちゃんもリズムがいい曲ですね。 ありがとうございます。愛の手がうまい具合に入ってるんで。そうなんです。発売されたら愛の手から練習しました。大変ですよ、はい、結構、はい、いろいろと感想もいただいておりますが、ありがとうございます。メールは akko@1242.com、ファックス 0570-021242 です。